北海道家庭学校礼拝堂経林寮。北海道家庭学校は、北海道門別郡縁軽町留岡にある男子、児童自立支援施設である。日本国内の児童自立支援施設としては、珍しい民間運営の施設で、施設や敷地を鉄格子や塀、柵などで、閉鎖隔離しない、開放処遇形態をとっていることでも知られる。1914年設立の男子、 自動自立支援施設である。社会福祉法人北海道家庭学校が運営している。遠軽市街地郊外の丘陵地に広がる439ヘクタールの敷地に、礼拝堂、本館、体育館、特別教室棟、両舎、博物館、給食棟、木工教室、牛舎、バター製造舎、味噌醸造場などを設けている。児童生徒が暮らす小規模の両社に、 職員とその家族も共に住み込む、商社家族制をとっており、大自然の中で働く日々の営みを通じた教育を、目指した創設者、留岡康介の理念に基づき、北海道をホー海側の厳しい自然環境の中での野菜作りや環境整備、敷地内の土木作業、山林作業、除雪、水事など、生活に必要な作業活動を児童と職員、 家族が共に取り組む生活を教育活動の中心に置いている。児童生徒の受け入れは全国各地の児童相談所による判定、措置決定に基づいて行っている。平均入所期間は1年半2年で、対処後のアフターケアにも力を入れている。また本館には2009年、円軽町が町立東小学校及び円軽中学校の分校を開設し、 施設の理念と公教育の調和の取れた教育活動を主眼に施設と小中学校が一体となって児童生徒への学習指導も行っている。微中国高橋出身で東京府北豊島郡菅母村でキリスト教精神に基づく民間管科院家庭学校を設立運営していた富岡康介によって1914年家庭学校北海道分校として設立された。 富岡は、同志社人学校を卒業後、北海道空地監獄及び菅も監獄の教会士を務め、少年期教育が犯罪抑止のために必要と考えて1899年に家庭学校を設立。流勘鍛錬を信条としていた富岡は、さらに大自然の中で行う農作業などの労働体験を通じて、勘化事業を行う構想を実現するため、 内務省から北海道門別郡上遊別村あざ、サナプチの国有地の払い下げを受け、北海道文庫を設立した。文庫は1934年に同町認可の少年教護員となり、戦後1948年に児童福祉法に基づく教護員認可を受けた。1952年に運営法人が社会福祉法人家庭学校に改祖されたのに合わせ、 北海道家庭学校に改称した。さらに1968年には、社会福祉法人家庭学校から社会福祉法人北海道家庭学校が分離し、東京家庭学校と北海道家庭学校の運営がそれぞれ独立した。1995年には競合院として、全国初の高校生寮を開設。2001年、地元沿岸町の経済会が中心となり、 家庭学校の活動を支援する北海道家庭学校講演会が発足した。2014年には創立100周年の記念事業として休憩林寮に家庭学校博物館を移転。旧博物室から伝わる教材のほか、家庭学校の歴史を伝える資料などを展示している。2017年には、園軽市街地に自立援助ホーム、願望ホームを開設した。 北海道文庫では国から払い下げられた土地を周辺の農民に分配して小作料収入で事業をまかなうとともに社名物産業組合を設立するなど開拓に取り組む地域社会と一体となった運営を行った。また家庭学校の子供だけでなく地域の開拓農民の指定の教育にも貢献することを目指し図書や自然標本などの各種教材を揃えた。 博物室を開設して一般に開放した。また戦後の農地開放に先駆けて九百三十九年から、小弱農への小作地売却も実施。運営資金と人材不足に悩まされながらも、少年教育と地域の社会活動に役割を果たしてきた。止岡康介が基礎を築いたこれらの功績を称え、九百六十年代に行われた遠軽町内の地名改正で、 町は、学校周辺の地区について新たに、止めの大技を起こしている。北海道指定有形文化財の礼拝堂は、学校用地内の山林から調達した木材や、難石を活用し、餅の丘と呼ぶ丘に1919 19年に完成した木造建築物である。2015年の有形文化財指定にあたり、北海道は、大正期に建設された北海道における貴重な、 学校施設、教会道建築物で、建築衣装に優れ、歴史的価値が高いと評価した。現在も、生徒の日曜礼拝や各種行事に利用されている。児童自立支援施設は、職法少年、愚判少年を教育、保護することを目的としている施設。共生教育を目的とする少年院と異なり、児童福祉法上の支援を行う施設として位置、続けられている。 1997年、児童福祉法の改正により元の教護院という名称から変更された。AB 家庭学校へようこそ引く入所と、対処社会福祉法人北海道家庭学校、家庭学校へようこそ引く、教室社会福祉法人北海道家庭学校、家庭学校へようこそ引く、寮生活と子どもたちの暮らし社会、福祉法人北海道家庭学校、クリスチャン・トゥデー。 ありがとうございます。